ネジ穴が潰れちゃってるのかな。続いて2本目です。はい、今回はこちらのデスクトップパソコンを取り上げます。レノボの H30 という機種で、CPU は AMD の E16010、 メモリは 4GB、 ストレージは 500GB のハードディスク、付属品なしの本体のみということで、2530円のところ 50% オフになっていて1265円で買ってきました。すでに10年前の製品なんですが、どこまで使えるか試してみたいと思います。早速分解して中の状態を確認してみようと思います。ネジ2本で固定されてるんですが、下のネジがちょっと緩いですね。ネジ穴が潰れちゃってるのかな。ネジの規格が間違っていました。インチネジの穴にミリネジがついていました。後で直したいと思います。はい、それでは開けていきます。メモリは 4GB のものが2枚挟っていますね。ミニ PCI エクスプレススロットがついています。ノートパソコンみたいですね。ストレージはハードディスクではなくて SSD がついています。これはラッキーですが、固定されてないですね。この機種はデスクトップパソコンなのに電源が AC アダプターなんですね。見た目の割に軽いなと思ったんですが、ハードディスクが SSD に交換されていることに加えて電源装置がついてないから軽いんですね。ちなみに重さを測ってみると約 3.9kg ですね。 AC アダプターは付属していなかったので、今回は安定化電源で代用したいと思います。この機種は 20V 3.25A が定格だそうですので、それに合わせたいと思います。安定化電源の出力にレノボ用のプラグをつけて接続します。はい、では電源を入れてみたいと思います。BIOS を起動しようとしたんですが、データ消去ソフトの画面が出てきちゃいますね。どうしよう。F1 キーで BIOS 画面に入ることができました。マウスも効くみたいですね。この後の作業に備えてブート順序を変更しておきたいと思います。さて、先ほどはスルーしてしまったんですが、このパソコン、よく見ると PCI Express のスロットが2本ついています。この辺はデスクトップパソコンの作りです。ところで今手元に M2 SATA の 128GB の SSD があるので、もともとついていたこの 250GB の SSD は温存したいなと思ってたら、こんな商品を見つけました。iNEX の AIF09 というもので PCI Express のスロットに M2 の SSD を取り付けられるものです。
型と NVMe の両方に対応していて、両方同時に使うこともできるそうです。 SATA の場合はこのようにケーブル接続が必要で、結局 PCI Express スロットからは電源を取っているだけなんですが、今回はちょうどスロットも余っているのでこれを使いたいと思います。取り付けるとこんな感じになります。早速 OS をインストールしてみます。 Windows 10をインストールできました。デバイスマネージャーを見るとちゃんと認識されているようですね。先ほど取り付けた M2 の SSD も認識されています。はい、ネットワークは有線接続のみになっています。先ほど確認した通り、このパソコンにはミニ PCI Express スロットが付いているので、無線 LAN カードを取り付けることができそうです。でもよく知られているように、Lenovo や HP のパソコンは無線カードを起動時にチェックして、純正品と同じ型のものでないと起動しないようになっています。手元にあるカードで使えるか試してみたいと思います。まずは富士通製のものを取り付けてみました。電源を入れてみます。起動しましたね。いけたのかな。無線 LAN が使えるようになっていますね。 Bluetooth の部分はうまく認識できてないようですね。はい、今度は Intel のセントリーのアドバンスド N6205 を取り付けてみます。はい、これも認識されました。このカードは 5GHz 帯にも対応しているので、 5GHz 帯の SSID も見えています。はい、カードは認識されたんですが、このパソコンの筐体にはアンテナがついていません。安定した通信ができるようにするためにアンテナを取り付けたいと思います。はい、ところで無線カードのアンテナ端子には種類があって、今回使うミニ PCI Express スロット用カードでは UFL、 M2 スロット用のカードではそれより一回り小さい MHF4 という規格のものになっています。今回は UFL 規格のアンテナケーブルとロープロファイル用ブラケットを用意しました。はい、取り付けていきたいと思います。はい、アンテナを取り付けました。はい、アンテナケーブルを取り付けましたので、次はこのアンテナを取り付けたいと思います。はい、まず1本目です。続いて2本目です。はい、取り付けができました。はい、アンテナを取り付けたので、先ほどは見えていなかった SSID も見えるようになっています。はい、無事接続できました。はい、せっかくなのでメモリも増やしておきたいと思います。はい、メモリも 16GB になりました。最後に筐体のネジを手回しできるインチネジに交換します。はい、これで完成です。はい、今回は Lenovo の H30 というデスクトップパソコンを改造してみました。
低スペックパソコンでもストレージを SSD に変えると Windows 10はそこそこ使えるようになることが多いんですが、ここまで CPU の性能が低いとストレージやメモリを増強しても CPU がボトルネックとなってしまって、スタートメニューを開くだけでももっさりとした動作感です。はい、今回の動画はここまでです。気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。